大きい子だからね。はい、これ点滴にあの総合ビタミン剤、それから特に B 群、ビタミン B 群、それと心臓とか肝臓の機能を高める薬、まあ、腎臓もですけど、そういう内臓の機能を高める薬を。ウンズがめっちゃちっちゃいね、この子も。結構ですけど、抗生剤の。胃腸を動かす薬。痛み止め、点滴の吸収薬する薬、よし、で抗生注射もう一本、はい、ここだけですか。ラクサもあげた？あげました。抗生症者療法、血流を良くする治療をして、それが終わってからちょっとお部屋で吸入療法で誘うようにして、ご飯並べますけど、また2、3時間経ったら、いいでしょ、やるそう。難しいよね、確かに。まあ、まずは観察だね。一回ちゃんと観察してください。だから今日のこの様子を、これが今から連れてきますから、帰りにこれで出しましょう。5g で何 cc ぐらいありました？ 10? 10cc。 はい、いいよ。